皆さん、こんばんは。フィガロジャポン BWA 事務局の藤本と申します。本日は BWA 事務局第7回定例オンラインセミナー、心と体のバロメーター、デリケートゾーンケアの進めにご参加いただきありがとうございます。セミナーを始める前に2点ほどお願いがあります。少し画面共有をさせていただきます。今回のセミナーなんですが、主催者側では記録のために録画や録音をしておりますが、参加者の皆様による録画や録音はお控えくださいますようお願いいたします。後日、アーカイブ記事でこちらの動画も配信されますので、途中までしか聞けないという方は、ぜひそちらをご活用ください。また、セミナー中にご質問がある場合は、下のメニュー欄の Q&A より受け付けておりますので、小林さんに対する質問であったり、セミナーの内容に対する質問であったりは、Q&A セッションをぜひご活用してみてください。またですね、画面が見られない、音声が聞こえないなどのトラブルについては、こちらの、チャットというところより、BWA 事務局宛てにメッセージを送っていただければ、こちらのスタッフが対応しますので、よければご活用ください。はい。さて、フィガロジャポンビジネスウィズアチチュードは、フィガロジャポンが大切にしております、アールドビーブル、暮らしの美学という価値観をもとに、美しく豊かに働くための様々なコンテンツを創出するコミュニティとなっております。この定例セミナーでは、様々なゲストをお招きして、より美しく豊かに働くためのヒントを提供しています。今回はですね、株式会社人々代表の小林美愛さんをお招きし、働く女性のデリケートゾーンケアをテーマに、お話を聞いてまいりたいと思います。では早速、小林さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、聞こえておりますでしょうか？はい、聞こえてます。はい、ではですね、本日小林さんと、あと司会の服部直子服部さん、あだ名はチョリさんというので、ぜひチョリさんと呼んでください。はい、チョリさんに司会をこちらからバトンタッチして、小林さんのお話いろいろ伺ってまいりたいと思います。私は後ほどまた参加させていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではここから私、服部直子、チョリが小林さんのお話を聞いていきたいと思います。後半ではですね、実際にどのようにデリケートゾーンをケアしていけばいいのかも教えていただきたいと思っておりますので、最後までご覧ください。それでは早速ですけれども、小林さん、自己紹介の方をお願いしてもいいですか？はい、皆さん、今日は夜にありがとうございます。私はですね、昨日、今日とずっと畑仕事をしてまして、ちょっと若干焼けちゃったんですけど、今日はデリケートゾーンのテーマということで、はじめ自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、もともとなんですけど、話しちゃっていいですか？どうぞどうぞ。私はですね、東京都の立川市っていうところで生まれ育っていて、で、社会人1年目は公務員をやっておりました。で、5年ぐらい公務員をやった後に民間企業に転職して、2017年に福島県国見町っていう、皆さん知ってますか？全然知られてない町なんですけど、宮城県との県境にあって、人口約8000人、なんと農家さんの平均年齢70歳、超高齢化、超人口減少の町なんですね。そこに会社を立ち上げまして、家は東京にもあって子育てもしているので、行ったり来たりしながら2拠点で活動しております。で、私がデリケートゾーンケアっていうのを開発したきっかけが、まだフェムテックっていうような言葉が出てくる全然前の、その2017年の時に開発を始めていたんですね。で、っていうのも、めちゃめちゃ働いてたんですよ、20代。もうなんか、ヘドが出るぐらい働いてて、もう本当に、夜中の2時とかだと早い方ぐらいの感じに、まだまだ当時は長時間労働とかも、多くあった時代なので、とにかく働いて負けないように頑張らなきゃとか思って、若い日を過ごしておりました。で、まあ、そんなことがあった中で、自分自身もいろんな体調の変化とか、心の変化とかあって、そういったものをプロダクトとして、多くの女性の役に立てるような商品を作りたいと思って開発したっていうような経緯があります。
で、まず私たちの会社なんですけれども、先ほどお話ししたように国見町っていう小さな町にあるんですが、そこで農家さんだったりとか、国町って農業の町なんですね。皆さん全然知らないかもしれないんですけど、うん、桃で言うと町村レベルだと生産量なんと全国ナンバーワン、そうなんです。って感じですよね。そうなんです。それぐらい寒暖とっても激しいんですね。っていうことは、果物寒い時にぐっと栄養分を食べて、暑いとパッとなる。この寒暖差が果物にとってすごい大事で、美味しい果物が育つ町になります。夏は桃、秋からリンゴとか柿とか、いろんなものが年中取れるエリアになります。で、そこでやはり全国的にも共通なんですけれども、なかなか農業が稼げる産業になっていないっていうところもあって、農家さんの所得を上げるっていうこと、そして私自身がもともと問題意識を持っていた女性の健康課題っていうところを解決していく、そんな会社として立ち上げています。なので私たちが取り組んでいるところは、この農業の課題の解決っていうところと、女性を取り巻く社会の課題の解決、この合わさったところが私たちの大事にしているデリケートゾーンケアのプロダクトというところになります。なのでこのデリケートゾーンのプロダクトだけじゃなくて、例えば農産物の流通だったりとか、あと企業などでの女性の健康課題に関するセミナーだったりをやらせていただいています。ちょっとだけ農業のお話をすると、これ小さかったり、ちょっと傷がついていたり、こういったものですね、なかなか東京とか皆さんのエリアで見ないと思うんですね。で、こういったものどうなっているかっていうと、ほとんどが廃棄されています。でも剥いたら美味しいんですよ。ちょっと見た目が悪いとか、ちょっと小さいだけで本当に美味しいんですね。なのでこういったものを契約農家さんから全量買い取りをして、毎日東京の方に出荷をしています。ね、今回の、挟んでもいいですか、うん、私ちょうどたまたまこの間新宿のルミネで見つけたんですよ、これ。ありがとうございます。そうなんです、ルミネさんもいつも販売いただいてて、すごいすごい大きいんですよ。こんな大きい、はい、でもなんか岩みたいな見た目の桃で、見た目は本当にあんまりこう、多分普通の八百屋さんで売ってたらちょっといまいちって感じなんですけれども、絶対美味しいんでって言われて、しかも結構硬いんですよね。だけど、はい、なんか買って食べたらすごい甘くて本当に美味しかったです。嬉しい、取り立ての桃は硬いんです。めちゃめちゃ硬かったです。そうな、柔らかいイメージがあるんですけど、取り立ては硬いんですよ。まあ、そういったものをちゃんと流通をさせるような物流を作っている中で、それだけではなくて、この明日私は柿の木に登るっていうデリケートゾーンケアのブランドを立ち上げております。もともと背景は、まあ、地域の背景からお話しすると、これ皆さん分かりますかね、あんぽ柿っていう干し柿の一種なんで、干し柿っていうとなんか買う分には、まあ、そのままこうなんでしょうね、あんまり手間暇かからず干し柿だっていうイメージが強いと思うんですけど、本当に大変なんです。さっきお話ししたように、私たちの地域の農家さん平均年齢70歳っていうところで、柿ってなんとなく庭とかに木があって、でなんとなく実って食べれるものだと思われていることが多いんですけど、売れる美味しい柿を作るっていうためにはめちゃめちゃ手間がかかります。一個一個実を取って、いっぱい実がなっちゃうんで、一個一個緑の段階で実を取って、一つの柿を大きくするとか、枝を切るとか、いろんな農作業があるんですね。それを踏まえてこういう柿が実ってようやく収穫ができるんです。でも収穫もまた一苦労で、さらに取るだけじゃなくて、あんぽ柿っていうのは加工品なので、こうやって一個一個剥いていきます。ばあちゃんめっちゃ早いんですよ。ビューンビューンってどういう状態なんですか？どういう、こうなんかモーターみたいなのでやってるところですか？これそうそう、ここ回ってて、黒いところをくるくるって回ってて、ピラピューってやると、ビュン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 ビューンってなる。だけどこれ永遠とこれ一個一個剥くわけなんですね。手作業です、本当に夜な夜な。桃は夏の時期なので、冬の仕事として昔生み出された産業なんですね。で、
剥いた後にこうやって一個一個ロープで通していきます。で、その後にこうやって干して、ようやく、1ヶ月経って、さっきのあんぽ柿っていうものが出来上がるんですけれども、こんだけ干してあって、これ1個あたり農家さんの収入っていうのは、まあ、数十円みたいな話なんですね。そうすると、これだけ手間がかかっているのになかなか、稼げる産業になっていないっていうところで、どうしても、地域の中でいろんな所得の格差の問題だったりとか、教育の問題だったりとかが出てきている中で、これを、なんとかしたいって思いから、始まりました。で、そこで、いろんな研究をして、柿の未利用資源、さっき剥いた皮ですね。これに、一個着目しまして、ここの研究を、やっていました。で、ここから、初めて、まあ、化粧品として有効成分を抽出できたので、明日私は柿の木に登るというデリケートゾーンケアブランドを立ち上げております。ここで、なんでデリケートゾーンなんだって思うと思うんですよ。で、それはさっきお話ししたような、私自身のいろんな経験があってデリケートゾーンケアにしてるんですけれども、まあ、こういうブランドを作っているので、私たち大事にしていることは、私たちの会社が持続可能であるっていうだけではなくて、地域の農家さん、まあ、地域の人たちが持続可能であることっていうのを、会社として大事にしています。なので、製品が売れれば売れるほど、ちゃんと農家さんに還元されるっていう仕組みを作っています。で、また、デリケートゾーンケア、女性の体の問題なので、産婦人科の先生だったりとか、専門家の方々と一緒に、様々な情報発信だったり場作りっていうのを行っています。また、商品の特徴として、もう、私自身が天然由来だけで作りたいって思いが強かったので、天然由来っていうところにこだわった、こんなこだわりを持っているブランドになります。で、デリケートゾーンケアを作ったのは、やっぱり働きすぎて、私自身がどうしても心と体のバランスを崩していったっていうことが多いんですね。で、特に忙しい時とか不調な時に、自分を大事にできなかったからこそ、人に当たってしまったりとか、仕事をやっていても、ちょっと周りの人に当たりが強くなってしまったりとか、それでまた反省して、自分を追い詰めていくみたいなことを結構繰り返してしまっていて、で、これって、私の性格の問題とか、まあ、キャパオーバーの問題なのかなってずっと思ってたんですけど、いやいやと、多くの周りの同僚の女性が同じようなことを経験してたんですね。で、そうなった時に、いろんな機会があっていろいろ勉強した時に、あ、これは私の性格の問題っていうことが大きいっていうよりも、そもそもの生物学的な女性の体の仕組みの問題も多くあるなっていうふうに分かりました。特に、PMS の問題とか、私が攻撃的になったりとか、イライラしてるときって、振り返ると大概 PMS の、まあ、時期だったっていうのが、あったりして、なんかこう、自分の体をちゃんと知ることで、自分を大事にしてほしいっていうような思いがとても強かったです。なので、まあ、デリケートゾーンをケアすることで、自分自身を大事にしてほしいっていう思いで、プロダクトを3年かけて開発しました。で、ブランド名ちょっと変わってると思うんですけれども、私は登るっていうふうに言い切ることで、まあ、女性が自分自身で自分の人生を選んでいくっていうような意思を込めてます。で、明日っていうのは、なんか、いつやるの？今でしょ。めっちゃ言われるやん。いや、そう、めっちゃ今やん、今めっちゃ言われるやんみたいな、すっごい思っていて、言われなくても今できるんだったらやるじゃないですか。だけどどうしてもすごいいっぱいいっぱいになってしまったりとか、いろんな体の問題とか、いろんな一人一人抱えてる背景っていうのは全く違うので、そんな中でできない時だってある。で、私が本当に大変だった時、辛かった時に、誰かが明日でも大丈夫だよって言ってくれたら、どんなに
救われたかって本当に思うんですね。なので私たちはあえて明日で大丈夫だよっていうことをお伝えしたい。私たちの製品がお風呂場に1個あることで、あ、明日でも大丈夫っていう人、言ってくれる人がいるんだっていうことを思い出していただきたくって、明日っていう言葉をつけてます。でちなみにこのね、明日と私の間に半角空いてるんです。これは心のゆとりとか時間のゆとりとか、ちょっと息継ぎをするっていうことを表したようなブランド名になります。わあ、すごい。なるほど。こんな経験ありませんか？なんかこうイライラしてつい怒ってしまったとか、生理が辛いけど我慢して働こうとか、いろんなこう病気があるんだけど実は言えなくって隠れて病院にか通ってるとか、いろんなことをいろんな人が経験してると思うんですね。個人差はあると思うんですけれども、こういった体の、まあ、女性特有の不調って、女性の体の仕組みとか、まあ、自分自身のことを知ることで改善のヒントになるっていうのが私たちが考えていることです。で今日一番お伝えしたいのは、自分を責めないでほしいなっていうふうに思っていて、女性ホルモンのお話ちょっとだけ後でしますけれども、自分の性格の問題とか自分のキャパの問題っていうよりも、体の仕組みの問題、そもそもの問題っていうのも大きく影響しています。なので自分の仕組み、まあ、体の状態を知ることで、これからの心持ちとか、より自分が生きやすくどういう選択をしていくかっていうところにつながる可能性があるっていうところで、自分の体を知ることは自分の心を守ることだと私たちは思っていて、こんな観点から聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、まあ、今日はざっとなんですけれども、女性っていうのはホルモンの影響で男性には起こらないいろんな変化があるんですね。まあ、生理のことをはじめ、まあ、生理があるっていうことは生理の前の PMS があったりとか、まあ、妊娠出産だったりとか、さまざまな病気の問題で、さらに女性ホルモンってどん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 減ってきますので、更年期っていう、まあ、閉経前後5年間合計10年間の間ですねっていうふうに言われる期間については、個人差はとてもありますが、更年期障害ってさまざまな心の不調だったり体の不調だったりっていうことが出てきやすい時期になります。でこういったことを、まあ、知ってるだけで全然違うと思うんですよ。自分の性格の問題だなって思ってたことも、あ、体の仕組みの問題なんだ、選択肢があるんだっていうことをまず知っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。今西洋医学の話なんですけども、東洋医学でもこんなふうに女性の体は7年ごとに変わるよなんていうふうに言われたりします。で今年代に応じたホルモンの変化みたいなことをざっとお話ししたんですが、1ヶ月の中でもこれだけ変化があるんですね。ビョーンって上がってビョーンって下がるみたいな。で1ヶ月の中で体調と気分が本当に安定してるのは生物学的には1週間程度だよっていうふうに言われています。少ない。これはよくよく考えると当たり前のことで、私たち人間だっていうことを結構忘れがちじゃないですか。もう人間であることが当たり前すぎて、だけれども、まあ、人間であり生物なので、女性ホルモンって何のためにあるのかっていうことを考えると、子供を作るサイクルを維持させるためのものなんですね。だからそういうふうに体ができているので、こうやってホルモンの変化がそもそもある。でそれに伴っていろんな個人差があるけど不調だったりとか、いろんなことが出てくる。でここには書いてないんですけれども、昔は生理の回数って約50回ぐらいだったんです、生涯に。めっちゃ少ないですね。それは、そうなんですよ。子供を今よりもっと産んでたから。あー、なるほど。妊娠中とか、授乳中っていうのは生理が来ないので、でも今はもう産むか産まないかも選択だと思うし、何人産むかも選択だし、昔みたいにいっぱい産むのが正しいみたいなところはないので、産む回数が減ったことに伴って、
あの生理の回数は増えてるんですね。今はなんと450回が平均。そうですね、だってもう5年で優に50回超えますからね。そう、でそれによって、いろんな女性特有の病気にかかりやすくなったりとか、もちろん PMS も多くなったりとか、いろんな不調があるんですね。つまり何が言いたいかっていうと、ライフスタイル昔とめちゃめちゃ変わったんですけれども、子供を作る機能、この女性の体のライフサイクルっていうのは変わらないんですね。なので、多様化するこうライフスタイルに、まだまだ社会の制度とか仕組みも追いついていなくて、まだまだなかなかこう学ぶ場とかもなかったので、自分のこう状態とか体のことっていうのを知らないまんま、ライフスタイルだけが変わっていってしまっている状況だと思っています。なので、こういう体の仕組みを知らないで常に無理をしていると、どうしても心とか体が悲鳴を上げてしまうっていうことも多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、私たちはデリケートゾーンっていうのは自分の心と体を知るバロメーターだというふうに捉えて、で、そのためにまあ開発しました。で、どういうことかっていうと、まあ、デリケートゾーンには500種類以上のいろんな菌が住んでるんですね。まあ、人間社会と同じようにいろんな人がいて、まあ、バランスをとってるんですよ、日々。だけど、例えば睡眠不足、例えばめちゃめちゃストレスが関わってる、例えばめちゃめちゃ疲れてる、食生活も乱れているとか、こういったような不規則な生活が続くと、菌のバランスが崩れて、例えばデリケートゾーンの匂いだったり、かゆみだったり、織物の変化だったり、生理の問題だったり、いろんな不調が出やすくなってくるんですね。で、なので、これ男性にはないことで、で、大変なんだけど、私たちはそれある意味女性の特権だと思ってるんですよ。本当に倒れる前に自分の不調に気づくことができる場所がデリケートゾーンであるっていうふうに思っていて、そういったこの体の仕組みを知ることで、あ、なんかちょっといつもと違うな、かゆいなとか、なんか変だなって、まあ皆さん何らか経験あると思うんですよ。そういった時に、自分の生活の状態とか、なんかやっぱりすごいストレスかかってるよねっていうようなことを振り返れるようなことが、一個デリケートゾーンケアで大事だと思っていて、で、そのためにたった、まずは、1日10秒でもいいのでデリケートゾーンケアということを習慣にすることで自分の体と心に耳を傾けていただきたいなと思っています。で、後でお話ししますが、デリケートゾーンケアの基本っていうのはちゃんときれいにすることと、お顔と同じように保湿をするって、本当にお顔と同じようだと思っていただいて大丈夫なので、まずはここから始めてみていただけると嬉しいなと思っております。というところで時間ですかね、はい、いやすごい、なんか私もやっぱり20代すごいなんかジャック・バウアーに影響されて、なんかほら死なない限りはかすり傷みたいな感じで働いてた時期がで実際なんか不調っていうか、まあ、カンジダ症って診断されて、うん、まあ、それなんか性病やばいと思ったけど、うん、普通に産婦人科に行ったら、いや働きすぎなんじゃないって言って普通に言われて、なんかストレスが多すぎるとか、うん、そういうこと言われたことがあったりとかして、なんかすごい小林さんの問題意識わかるなと思って、なんかでもなかなかとはいえ今日の今日までそんなにケアっていうのをやってきたことがなかったので、はい、なんかそういった人、不調を感じたことあるけどそれをどうケアしていくのかっていうのをまだやったことがない方が今日見てくださってる方にもたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、なので詳しいお話はフィガロジャポンのウェブサイトの方にも記事が載ってますので、ぜひ小林さんのお話続き見てみてください。で、また今日私みたいな形で働く女性のためのデリケートゾーンケアの初めの一歩っていうのを教えてもらいたいと思うんですけれども、なんで働く女性にこそ必要なのかっていうところをもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。ありがとうございます。もうね、もう言いたいことはみんな頑張ってるよって思うわけなんですもう本当に、まあ頑張ってるじゃないですか、うん、でそんな中でやっぱりこう自分のことって
後回しにしがちだと思うんですよ。うん、で、まあ、働いてることもそうだし、もし、例えば子供がいたりとかすると、うん、どうしても社会の中で、まだまだ、女性は家のことをやって子育てをするものみたいなところの捉え方も、うん、大きい、まあ、社会的プレッシャーみたいなものが、まだまだ抜け切れてないかなって思ってるんですよね。うん、なので、結構、まあ、働きながら、まあ、家のこととかもいろんなことをすごい頑張って生きている、うんうんうん、だけど結局自分が体を崩してしまったりとか心が崩れてしまったりしたら本当にこうやりたいこともできなくなったりとかこんなはずじゃなかったのにっていうことがいっぱい出てくると思うし、まあ、現に私もそうだったんですね。でだからこそ頑張っているからこそたった10秒でもいいのでデリケートゾーンってさっき言ったようにいろんな自分のストレスとか心の不調だったり体の本当に疲労だったりっていうところが顕著に出やすいところ人によって症状違いますけどさっきの感じだなんてまさにそうだ、うん、私なんてもう20代の頃1ヶ月に1回も繰り返すみたいな、ね、薬を投与して、うん、でも言えないから言えないですよね、お昼休みにそうお昼休みに隠れて全然並ばないなんかこう病院が当時近くなってでそこで薬を入れてなんかこう生活をするみたいなことをやってたんですけど結局やっぱりどこかで限界が来てしまったでそういうふうないろんな失敗もあるんですけどもそれを経てやっぱり自分の心と体を大事にする瞬間を1日の中でたった10秒でも取ることによって自分が無理をしていないか本当に大丈夫かっていうことを振り返るためにも分かりやすい部分だと思うのでだからこそ習慣としてケアをしていただけたら嬉しいなと思っています。なんかその10秒って言い切るところが小林さんのなんかこうワーカホリックな女性たちのことを考えてるなって思いますできないよって言わせないっていうプレッシャーなのかなって思っちゃったそれでなんか私このなんだ結局どうやってケアするのかなと思って、うんうん、もう買ってみたんですけどこのウォッシュ と、セラムっていうのとあとこのですねミストっていうのを買ってみたんですけどなんかどんな風にこう商品を選んだらいいんですか。その10秒のケアっていうのは一体何をどうすればいいんですか。うんありがとうございます。デリケートゾーンの基本は洗うこと、まあ、きれいにすることっていうことと保湿をすること、まあ、主に大きく分けてこの2つなんですね。で洗うことっていうのはデリケートゾーンってさっきいろんな菌が住んでるって言いましたけど正常な状態だと、まあ、弱酸性なんですよ。だから他の皮膚とは、まあ、若干 pH が違うっていうところもあってあんまりこう普通のボディーソープとかそういったものでゴシ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 洗ってしまうといい菌まで流れてしまって生活なんか、せっかくこう生活とかよくしてても、外部から、菌のバランスを崩してしまうっていうこともあり得るので、まずはそのデリケートゾーン専用で作られたもので、洗う。まあ、専用のものか、お湯で洗うことが習慣の方はお湯でいいと思うんですけど、こっちの、その専用のものかお湯でちゃんと洗う、きれいにするっていうことが大事になります。まあ、入り組んでるので汚れもすごい溜まるんですよ。だから洗わないっていうのは、逆に雑菌とか繁殖しやすくなっちゃうんで専用のもので洗うっていうのがまず大事ですね。でその上でどういうふうに保湿をするかっていうので何パターンかあるんですけども特に年齢に伴ってどん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 乾燥していくんですね。でデリケートゾーンって、まあ、お顔ってお風呂上がりに何も塗んなかったら結構突っ張ってる感じとかありません？いやそれは分かるのは保湿をしてるからやってない時は分かるんですよ。ああそうかそうかそうかなるほどなるほど。よくよく考えると皮膚って全身1枚でできてますよね。デリケートゾーンだけなんか皮膚がつながってませんみたいなことってないじゃないですか、うんうん、つまり、まあ、お顔と体同じようにデリケートゾーンもそのままにしていたら乾燥するわけなんですよ。なるほど。
だけど普段保湿する習慣がなかった場合はなかなかこう乾燥してる状態が当たり前の状態っていう風になっちゃってるんで、乾燥してることに気づきにくいんですね。だけどほとんどの女性が今乾燥してるっていう風に言われています。なので洗った後は保湿をするっていうことが大事で、こういった見えないね、体に顔の前に持ってくるといい。顔の前に、あ、ですね、はい。セラムっていう、まあ、水溶性のものだったりとか、ね、私がこれ、あ、はい、はい、で、あとオイルですね、これは油分ですね。お肌っていうのはこの水分と油分のバランスが大事なんですよ。これお顔も一緒ですで、このバランスを取るために本当にこう乾燥している方はオイルを使う方が多いですし、あと、まあ、水分もあんまりないなっていう方はこのセラムとオイルを混ぜて使うっていう方も多いです。であんまりまだ全然こう突っ張ってなくって乾燥している感じもそこまで多くないかなっていう方はこのミストっていうのがあるんですね。でこのミストはデリケートゾーンがちょっと気になる時とかお外でも使っていただけるものなんですけれども、ある意味お顔の化粧水みたいなイメージで考えていただいて、お風呂上がりにこれをシュッシュって、私これ、いやこれが大好きで、すごいそうで、これを吹きかけて、こうやって塗っていただくっていうような感じになります。なんで本当にお好みに応じてセラムだけでもいいし、オイルだけでもいいし、ミストだけでもいいし、全部でもいいしみたいな感じで、こう自分がどういう状態が一番心地いいかみたいなことを、お顔と同じように合うものって人それぞれ違うので探ってもらえるといいかなと思います。なるほど。なんかこう使ってみて感覚って変わってくるんですか？こう、あ、そうですね、私の話で言うと、うん、乾燥をしてるんだなっていうことが、使ってて分かるようにもちろんなりました。で、私の場合はオイルを湯船に入る前に実は2プッシュぐらい出して、こうデリケートゾーン、これデリケートゾーンだとそれとかって塗るんですね。で、このまま湯船に入って軽くマッサージをして、お風呂が出ると、お風呂の中で毛穴も開いてオイルが浸透してすごいしっとりもちもちになって、お顔でもカサカサなのとふっくらしてるの感覚が違うじゃないですか、うんうんうん、そんな感じですごいしっとりふっくらするので、こういうケア方法でだいぶなんでしょうね、楽になったというか、うん、感想がなくなりましたね。いや、お客様のお話もいろいろ聞いていても、やっぱり乾燥ですごい、痛くなっていたのでオイルでケアして変わりましたとか、いろんなお話をいただいたりします。すごいですね。なんかでもそういうなんかちょっとそれちゃうかもしれないですけど、この開発してったってことですよね。そういうフェムケア商品ってそういうものなんですかっていうか、もう本当にど素人っていうか、こう、そういうことするんだみたいな、なんかそういう、なんでごめんなさい、変な言い方なんですけど、すごいなと思って、どうしてそういうところにたどり着いたんだろうと思って。あ、ケア方法、商品の開発。ケア方法っていうか。あ、ケア方法は、オイル入力って実はデリケートゾーンだけじゃなくって、結構全身される方も多いんですよ。石鹸で洗わないでオイル塗って、はい、そのまま入って、で、うん、汚れも取れるししっとりするっていうので、それなりにやられてる方多くて、でこれは日本っていうよりも、まあ、海外でも昔からある方法で、結構ケアの方法とかももう昔からある。なるほど、なるほど。いや、ちょっとわからない、私だけなのか、この聞いてる皆さんもそうなのかわからないですけど、多分質問とかも後で取るので、質問箱にどんどん投げ込んでおいていただければ、後で取り上げてお話しさせていただきます。
それで、あとはあのお話としては年代別の使い方とかっていうのもあるんですか？なんかそれはもう個人差みたいな感じでさっき言ってたみたいで、はい、年齢というよりは自分のその使った感覚であの選んでってねみたいな感じなんですかね。そうですね、あの 大きくはあの年代によって、特にあの女性ホルモンのエストロゲンが減ってくると、デリケートゾーンもそうだし、お肌全体的に乾燥するんですね。潤いがなくなってくるので。なので、うん、まあ、大体は、例えば40代、50代になってくると、こういうオイルとセラムを、まあ、油分と水分ですよね。を混ぜて、使うっていうことが多いかなとは思うんですけど、まあ、それも結構個人差があるので、一概に年代とは言えないですが、あの自分の状態見てやっていくといいと思います。特に若い方とかはあのミストだけで保湿するっていう方もいらっしゃいます。まあそうですよね、なんか顔とかもね、そうですけど若ければ別に化粧水だけでもいいかなみたいな感じの状態もあるしって感じ、あとまあ湿ってたりする時もありますしね、なんか、うん、まあ、人によって状態違うかなって感じなんですよね、きっと。はい。ね、でも比べらんないからね。うん。あ、分かりにくいですよね。ちょっと今聞いちゃおう。あの、ケアは何歳からでもいいですかって聞かれてます。はい、大丈夫です。あの、若い場合は、あの、生理始まってからとかですけども、うん、あの、これから始めるっていう場合は、何歳からでもやるに越したことないと思います。で、特に、あの女性ホルモンがグーンってなくなる前から始めたり、まあ、なくなり始めた後でも大丈夫なので、うん、あの結構あのお客様と話している中で多いのが、いやもう痛くて歩けなくなってきたのよっていうので、病院に行ってもこれは乾燥だねって言われて、うん、あの塗るものを探していたみたいな方もかなり多く会うんですね、うん、なので、まあ、予防というかケアとしてやっておくに越したことないと思います、うん、あと粘膜の部分も気をつけるんですかっていう質問も来てるんですけれども、あ、そうですそうです、ね、なんかあればよかったね大丈夫、大体わかると思う、うん、中は塗んなくて、中、うん、中ね、うんうん、ここの、全体的に外の部分とあのちょっとこうひだみたいになってるところ、うんうんうん、を塗ってもらうといいと思います。でケア方法、あのもし詳しく知りたい方いたら私たちのウェブサイトにあの書いてあるので、よかったらイラストもあのリアルに書いてあるから分かりやすいと思うので、うん、見てもらえるといいかもしれないです。なるほど、あ、ご質問ありがとうございます。そう、みんな多分聞けないけど聞いてみたいってことたくさんあると思うので、この後 Q&A のコーナーがちゃんとあるので、うん、そちらであの取り上げていただきたい質問があの取り上げていただけるので、ぜひどうぞ入れておいてください。でちょっと質問に戻るんですけど、フィガロジャポンではこうアールドビーブル、暮らし生き方の美学というのを大切にしてるんですけれども、その中でも美しく働くっていうことにフォーカスしているビジネスウィズアチチュードっていうコーナーなんですね。これがなので小林さんにとってそのアールドビーブルとは何かっていうのを最後に教えていただけますか。いや、ありがとうございます。あの私にとってはあの、まあ、自分らしくいることだと思ってるんですね、うん、でやっぱりこう日本でこう普通に働いていると何かこう社会から求められたりとか、まあ、大きな組織にいると特にこう肩書きだったり役職だったりいろんなこう自分の個性っていうよりもそういうこう周りとか役職とかに応じた生き方みたいなことをあの無理をしてしてしまう場合もあると思うんですね。で別にそういう生き方が良ければそれはそれで正解だし、でもそうじゃない、ちょっと違和感があったりとか無理してるっていう風に思った時にあのそれも正解だよっていうことをやっぱり言いたいんですよ。なんか世の中こうあるべきとかこれがあの正解だ、これがロールモデルだって言われることが多くありすぎるなと思っていて、うん、そうじゃない、全部のこう自分が選ぶ道が正解であっていいと思っているので、私はそういうこう自分らしさみたいなところを大事にしてます。
やなんかそう私たち同学年なんですよね。なんかすごい、はい、泣きそうになるっていうか、なんか本当になんかでも20代のその走ってる時に出会ってても多分友達にならなかったっていうかパチンってなってたかもしれないと思うけどなんか今そうな、まあ、分かんないですけど普通に仲良くなれたかもしれないけど、でもそういう余裕がなかったなって思う。なかった。そうなかったんだ。なんかとなんか余裕なかったと思ってだからなんかそういう今話を明日でも大丈夫とか自分のそういったことを大切にするっていうことに気がついて、同年代の女性がこういうビジネスを始めてくれてるっていうのがすごく感動してしまいました。私はありがとうございます。あ、じゃあここからたくさん質問も来ているので Q&A に入っていきたいと思うので、ここからはね、BWA の事務局の藤本さんにも戻ってきていただいて Q&A のコーナーに行ってみたいと思います。はい、チョリさん、小林さん、ありがとうございます。すいません、私の声は聞こえてますでしょうか。ちょっとオーディオのトラブルがあるので、すいません視聴者の皆さんもちょっと聞きづらい点があるかもしれないんですが、ごめんなさいということで、はい、早速皆さんからいろいろ質問をいただいていて、事前に質問もいただいているので、こちらからちょっとスライドを共有させていただきますね。はい、少々お待ちください。はい、ちょっと皆さんからいただいた質問で、まず事前にいただいた質問多かったものを3問ほど挙げてます。で、1問目の年を取るにつれてデリケートゾーンっていうのは変化するの、変化に伴うケア方法を教えてほしいっていうのは、先ほどっていうのは皆さん、小林さんのお話でもあったんですけれども、さっき若い方ミストだけで処理されてる方もいらっしゃるっていうことだったんですけど、特に多かったのがですね、出産されて気がついたら、出産して子育てをして気がついたら、あ、自分ケア全然できてなかったなって思って、そういう時って何から始めればいいのっていう質問が来てたんです、うん、なるほど。どうでしょうか。いやー、素晴らしいんですね。実は私もこの前子供生まれたんですよ、3ヶ月前ぐらいに。で、まあ、本当にこう毎日怒涛のように過ぎていくので、自分のケアみたいなところを忘れがちになってしまうんですけど、お子さんがいても一緒にお風呂入ってもできるケアみたいなところってたくさんあって、例えばこの洗うものですね。洗うもの、自分もデリケートゾーン専用のもの、特に産後ってめちゃめちゃ敏感になってたりとか、ヒリヒリしたりとか、痛いっていうこと多いと思うので、普通のもので洗うといつもよりさらにこう痛く感じると思うんですよ、うん、なので、こう産後って結構ちゃんと変えるいいきっかけでもあって、こういった専用のもの、優しいもので洗って、お子さんもこれで例えば全身洗ったりとか、もうお子さん洗ってそのまま自分みたいな感じのやり方もできるから、一番洗うものを変えるっていうのがケアの入り口としてやりやすいかなと思います。で、あと産後やっぱりこうなかなかこう気が回らない、人間って結局自分が記憶したり考えられる範囲って決まってるので、余計なこと考えたくないという方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、そんな時は洗うものを変えるっていうのプラス保湿は、このミスト、せめてミストだけでこうシュッシュッてしたり、それこそお子さんのおむつかぶれとかも一緒に使えるっていう観点から、産後はこのウォッシュとミストっていうところのケアをおすすめしてます。ありがとうございます。私以前フランスにいたことがあったんですけど、フランスってすごくデリケートゾーンのソープが普通にスーパーで売っていて、うん、私がすごくびっくりしたのが、ちっちゃい女の子用のちっちゃい時からデリケートゾーンケアというか、デリケートゾーンのソープ、ちっちゃい子用のも売っていたりして、すごくびっくりしたことがあるんですけど、まあ多分できるソープだったら全身も洗えるので、
もう一個置いといたら家族も変えるっていう感じなんでしょうかね、うん、はい、まさにまさにそうです。ありがとうございます。あのちょっとこれ Q&A で聞いてたんですけれども、ちなみに男性もケアって必要なんですかっていうご質問が来てるんですけど、こちらはいかがでしょうか。うん、あの、海外だとやっている国とかそういう文化がある国もあったりします。でなんかこう、まあ、経費吸収っていう言葉を聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、男性もデリケートゾーンというか、あの何デリケートゾーンの部分っていうのは結構敏感なところなので、洗うものを変えるっていうようなことをやっている方もいらっしゃいます。まあ、海外ではさっき話したようなオイル入浴を男性もやっていたりとか、そんなこともあるんですけれども、うん、あんまり、まあ、男性専用のものみたいなものってまだなかったりもするので、まずは洗うものをちょっと優しいものに変えてみるみたいなところから始まるのかなと思ってます。うん、ありがとうございます。今それに関係して、その経費毒や界面活性剤に対してのはどのようにこの商品は考えてますかっていうのが来てるんですけど。あ、はい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 、ありがとうございます。これね多分これは多分ラベルとか見れないと思うんですけど、基本的に化粧品って全成分表示されているのでウェブサイトとかにも載っているんですが、ほとんどこう見て分かるぐらい、まあ、化粧品の成分って分かりにくいじゃないですか。なんかよく分かんないのいっぱい書いてあると思うんですけど、ほとんど分かるぐらい、シンプルなもので作っているっていうところが私たちの製品は大きくって、全製品全部天然由来成分で作ってるんですね。なので、そういったような経費の、吸収率が激しい大きいところでも安心して使えるようにっていうところで専用で開発しています。うん、なるほどなるほど。そうですね、だから合成界面活性剤とか入れてないですね。うんうんうん、はい、ありがとうございます。ちょっと質問が行ったり来たりで恐縮なんですけれども、年齢についてもう一問、一問、9、1に関連することで、更年期に入られるとか、私ども多分、ここの3人みんなそうなんですけど、東洋医学で言ったら多分プレ更年期、うん、入りかけの3人なんですけれども、うん、こう更年期に向けてのケアとか、更年期に今、慣れてる方にこうおすすめのケアとかもしあれば教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。もしケアをするゆとりがある方は、私は一番オイル入浴、まあ、個人的に合うっていうのはオイル入浴なんですね。さっきお話ししたように湯船に入る前に塗って湯船で軽くマッサージをしてもらうっていうやり方が、しっとりするし、まあ、他なんていうの、お肌潤うし、とてもやりやすいやり方かなと思います。でも湯船あんまりこう汚したくないというか洗うのが大変みたいな感じだったら、お風呂上がりにちゃんと水分と油分を補充してあげる、まあ、ミストとオイルかセラムとオイルで、うん、お顔と同じようにこうやって優しく撫でるように塗ってあげるっていうところが、うん、まあいいかなと思います。うん、一番基本的なケア方法っていう感じです。でなんで私たち世代というかは、まだ保湿をしてなかったら、ぜひ始めてみた方がいいと思います。うん、ありがとうございます。今チャット欄にですね、明日私は柿の木に登るの、製品一覧とデリケートゾーンケアの方法、先ほどイラストで詳しくって言って宮井さんお話しいただいてましたが、流していますので、よければ皆さんご覧ください。はい、あとちょっとでも、はい、お得なお知らせが後で来るのでまだ買わない方がいいですよ。あ、そうですね、お得なお知らせが最後に来ますので少々お待ちくださいね。はい、で、すいません、ちょっと Q&A のこちら今いただいた質問なんですけれども、更年期と続いてあと匂いのケアっていうのを気になってらっしゃる方が
結構たくさんいらっしゃるのかなというふうに思っておりまして、あのデリケートゾーンケア商品を使っていて黒ずみは改善されてきているんですが匂いがなかなか改善されないです。で、これは地道にケアを頑張るしかないんでしょうかっていうご質問が来てるんですけれども、こちらはいかがでしょうか。匂いの原因が何かにもよるんですけど、例えば本当に根本的に あまりにも睡眠不足だったりとか、すごいストレスがあまりにもかかっているとか、生活習慣の問題がもしあるのであれば、そこが本当は根本的な原因かもしれなくて、ケアでは改善できない問題っていうのも一個あります。でも、そうじゃない問題であれば、ケアをちゃんとしていくことで改善されていくみたいな声はたくさんいただいていて、私たち柿を使ってるっていうのはそこが大きくて、柿の皮から柿タンニンっていうような成分とか柿が持っている効果を引き出したような製品にしているので、ぜひご使用してみていただけたら嬉しいです。ちょっとあれですよね、そのミストとかは香りが少しついているから爽やかな感じの香りになるのかなって思いました、そうですね。で、柿っていうのは匂いを加えて匂いをごまかすんじゃなくて、匂いのケアをすることができる天然由来の成分なんですね。なので、すごいだからいいんですよ。っていうか、ありがとうございます。はい。で、じゃあちょっと次の質問に皆さんからいただいてたんですけれども、先ほどからいろいろお話を伺っているんですが、ケアをすると具体的にどういう変化があるのかっていうことに皆さんご興味があられるみたいなんですけれども、こちらいかがでしょうか、宮井さん。ご自身やってみられて。そうですね、なんかいろんなお声がやっぱり状態が皆さん違うのでいろんなお声いただくんですけど、例えば洗うものを変えるっていうだけで突っ張り感がなくなったとか、あとオイルのケアとかちゃんと保湿をすることですごい冷え性の方とか最近多いと思うので、全身の血流が良くなってポカポカしてきますとか、ミストとかだと生理中のなんかこうムズムズとか、なんかこう、蒸れてる感じとかがすごい緩和されて、過ごしやすいです、みたいなお声をいただくことが多いですね。なんかその秘密の話じゃなければ、ご出産の時に感じたご自身の状態の、はいはいはい、聞きたいなんて。海外の、いろんな研究だと、だいたい妊娠の34週目以降に、エインマッサージって言って、お尻の穴と股の穴の間をエインって言うんですけどね、ここをちゃんとオイルで保湿してマッサージをしてあげて柔らかくしていくことで、初めて子供を産む方については、ここが子供を産むときにどうしても日本は切ることが多いんですけど、そういった切ったりとか避けたりっていうことが少なくなるっていうデータだったり、あと2人目とか3人目とかの場合は、切れないにしてもその産後の遠因の痛みみたいなものが軽減されるっていうデータがあるんですね。ただこの効果効能みたいなところってまだまだ世界中でもしっかりとしたエビデンスが取れているっていうわけではないんですが、個人差はあるものの、やらないに越したことはないって言われてます。で、だいたい妊娠34週目から週に 2,3 回程度の頻度でやることが推奨されて、でもちろん私もそれをやっていて、で、エインが伸びるか伸びないかとかって別にケアだけじゃなくていろんな要因があるんですけど、今回私が産んだ時は助産師さんにめちゃめちゃエイン伸びてるよって言われて嬉しくなったっていう切らなくて済んだってことです。切ってないです。すごいそれってだって産後のなんていうの QOL もね上がりますもんね。一人目より回復がめちゃめちゃ早かったですね。あすごい、確かに。っていうか、なんかすごい大事なっていうのがすごい分かりますね、それを聞くと。なるほどなるほど、ありがとうございます。もうや
ちょっと子供を私産むか産まないかわからないけど、ちょっとやってみようかなって思います。私も。ありがとうございます。うん、ちょっと次の時間がだいぶ来てしまったんですけれども、うん、あとケアを継続するための秘訣はっていうご質問もいただいてるんですけど、これは先ほどのちょっと目につくところに置いておくとか以外に何かありますでしょうか。うん、本当になんかやろうと思ったらいろんなケア方法とかあったりするんですけど、まずは洗うものをちゃんと専用のものに変えてみる。で、保湿するのがちょっとめんどくさいなっていう方はミストを吹きかけるっていうところから始めるでもいいので、自分のこうできることからよくこういうケアが推奨されてますとかいっぱいいろいろあると思うんですよ。だけど自分に無理のない範囲から一個ずつ取り入れていくっていうのが大事かなと思います。はい、ありがとうございます。実は私はちょっとオイルだけなんですけれども使っておりまして、私はもう全身顔お風呂上がったら大きい安い化粧水をとりあえず全身につけてから、デリケートゾーンにはこのオイルだけペペってつけるっていう、けるがお名前の通り、あ、明日でいいかなって思う時もありますがこれ1年ぐらい私も使ってますけど、なんか先ほどね、カンチタとか、あと私は膀胱炎とかに結構悩まされることがすごく多かったんですけど、うん、そういえばこの1年とか自分でこうデリケートゾーン触ることを始めてから、それ減ったなっていうのをさっきお話聞いててなんとなく思って、あ、効果があるのかなっていうふうにちょっと思いました。はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだ質問来ているんですが、ちょっとこ残りの質問はアーカイブなどでご紹介できればと思います。すいません、ここで一旦質問は打ち切らせていただきます。はい、はい、すいません、ちょっと時間がだいぶ少なくなってきたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。デリケートゾーンケア考えるきっかけに本日のセミナーがなれば嬉しいです。はい、宮井さん、最後にちょっと明日からもまだまだ平日が続きますが、働く皆さんに向けて一言お願いできますでしょうか。はい、皆さん今日は夜のお忙しい中聞いていただいてありがとうございました。今日のお時間だとなかなかこう詳しいところまでお話しできなかったとは思うんですけど、私たちのオンラインショップの方でこういうね、ピンクの丸の冊子があると思うんですね。これ500円なんですけども、医療監修を受けて働く女性が自分の体に起きうるかもしれないことっていうのを端的に全部まとめた冊子になります。でもしよかったらこちらの本とかも読んでいただけたら今日の補足になると思うので、よかったら読んでみてください。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。では小林さん、チョリさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい、はい、おやすみなさい、はい、皆さんも本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございました。まだまだ1週間続きますが、本日のセミナーをきっかけに皆さんが日常の課題を知るきっかけになれば嬉しいと思っております。どうぞ残りの、夜も素敵な夜をお過ごしください。また素敵な1週間をお過ごしください。ではまた BWA では女性、働く女性に向けてのセミナーどんどん開催していきますので、よければフィガロのJP の方にも足を運んでみてください。はい、では本日はご参加いただきありがとうございました。今日は失礼いたします。